さて、それでは今回はグローリーヤーズのパ・リーグ版が出たということで、投手野手かと思ってたらパ・リーグ、セ・リーグだったんですね。怪物がいます、今回。最初、この選手発表された時に、和田やなって思ったんです。ああ、和田が出たが、また無理やなと思ったんですけど、第二球種を持ってないっていうところが、一つ救いかなと、それぐらいなんですけどね、146キロ、球持ち A なので、基本的にはもう間に合わない、着弾点っていうんですか、どう言ったらいいのか、ここに来るぞってボールが表示された時には、もう間に合わない形になるかなと思うんですけど、全般的には下です。構えれば、サークルチェンジ、フォーク、カーブ、どれかに当たるかなと、スライダーかスライダー以外じゃないかなというようなところです。で、決め球でスライダーが、ギリギリ A に乗ってくるという、和田ですからね。最高の時の和田ですよね。これはちょっと厳しいかなと思うんですが、今回これを超えてくるピッチャーが他にたくさんいてですね。で、平野もいいんです。この落差あんまり見たことなくて、フォーク S とフォーク D。こんな変化を見たことがないし、スライダーちょっと弱いんですけど、これ、ここかな、ランナーなしの時にスライダーが30アップで A に乗ってきます。これもしも、アビリティでスライダーアップ持ってる人がいたら、もうつけてしまえば、スライダーしっかり曲がるんで、最初から A でね。そうすればかなり打てないピッチャーになるかなと思うんですが、基本はこのフォークの投げるか投げないかですね。フォークがストライクゾーンに入るか入らないかっていうところと、スライダーに振られるか振られないかっていうようなところで、制球が S なので、ランナーなしの場合ですね。ランナーなしの時がとにかく強いということなんですけど、これも、僕の印象としては平野よりも上の中継ぎがこの後に出てきます。で、今回の怪物はこれです。意味がわからない強さ。157キロで球持ちが D じゃないピッチャーっていうのを、まず157でまだ球持ちのオプションがついてるんですよ。これ角に157キロ決められたら、ソール負けしてたら動けないんじゃないかなと思うんです。見てからでは反応が全くできないストレート、それもこれだからアビリティで乗せてもいいですね。 A に極み覚醒つけてっていうやり方かな。で、フォークが45アップなので S になってきます。で、ランナーが、ピンチの時にスラーブも A に乗ってくるということなんですけど、この全部の変化量、スラーブっていうのがまた嫌なところなんですね。スラーブに対して横スプリットも噛んできてて、それよりもこれですね、第2球種こんなに持ってるピッチャーっていうのが、全部ちょうどいいんです。第一のに対してうまくね、変化量があって、チェンジアップとフォークですからね。フォーク S のフォークに対して D のチェンジアップ、そしてカットボールとスライダーもしっかり差がついてるし、スラーブ、スローカーブの部分は変化方向がちょっと違うのかな、になるかなと。あと、球のスピードも違うんですけど、則本の魅力って制球力なんですよ。こんだけの、スキルを持っていながら制球力が A っていうところがすごくて、僕がよく使ってたのはこのチェンジアップですね。これがストライクゾーンに入らない高いところに投げてしまうっていうのがよく聞いてたんですけど、これはどうなんですか？山本とかよりも上の可能性が、僕は今まで見た中では相当のピッチャーじゃないかなと思います。マー君もすごかったですけど、球持ち C の157ですからね。これはだから、間違いなく出ないですね。これは出ない。ちょっと動画が、順番がおかしくなったんで載せないかもしれないですけど、一応こういうカード、限定選手が出る確率って0.2%とか0.24%らしいんです。各選手ね、限定が出る確率って。でも差があると思ってて、多分、則本に関しては0.02とかそんなんじゃないですか。10分の1ぐらい限定が当たった中でさらに出ないんじゃないかなって思いますよ。勝手な偏見ですけど、4年やってて。
で、こちら枠芋第2球種がこれだけあります。もう意味がわからない数。スライダーカーブ、まあ、ちょっとなんかマー君と印象かぶるかなと思うんですけど、これも玉持ち C なんですよね。制球がちょっとこれが乗ってこないかなと思うんですけど、そうですね、枠井に関してはアビリティどっちも全く無関係で何も変化ないんですよ。このアビリティなんでこんなんつけたんかなと思うんですけど、オンできないですね。これにさらに極み覚醒で何かつけても何も変わらへんのかなっていうところなんですけど、ちょっと使いにくいとは思います。こんだけの変化量を持ってて制球 C ってドラッグゾーン入れるのがやっとになってくるかなと。まあでもこんなんもあるんか。細かい変化でね、まあ中に投げたりできるかなと思うんですけど、結構ミートでエイヤーで当てれんこともないかな。いや無理か。まあでもそうですね、乗り本がいなければ枠いいねっていうとこだったんですけど、圧倒的に乗り本がすごいのでちょっとそこかなと思います。で、マキタがこれスライダーが S まで来ます、右打者の時ですね、スライダー S なんですが、まあ球持ち A で136ですけど、まあそうなってくると、和田が146キロで球持ち A なので、まあストレートとしては和田の方が上かなと思います。で、スローカーブ、シンカー、チェンジアップ、まあ反対疲れたら打てないっていう感じかなとは思うんですけど、シンカーもこれアビリティ発動しないですね。スライダーは使いにくいやろうなとは思うので、まあ当てれなくはないかなと思います。このマキタに関しては。そしてこちら、これ中継ぎとして相当いいんじゃないかなと。シュートがこれ B 乗ってくるんですよ。これフォークか。フォークはこのまま変わらずですけど、対左に対してシュートが30アップなので、シュート B、スライダー B で、ストレートもこれまあ何かでオンしてもいいですね。取ったらもうしばらく使えると思うんで、極み覚醒でアップしてもいいし、これね、カットボールが変化の少ないカットボール。まあ、これもやっぱり乗り本ほどの落差はないですけども、まあ、ちょっとぐらいの変化はつけれるかなというところで、この中継ぎは魅力かなと思います。谷本。あれかな。まあ、出ないんですけど、この前のグローリーイヤーズ、もうこのグローリーイヤーズもそうでしたし、そのもう一つ前のリリーフパックもそうでしたけど、めちゃくちゃ使いました。スカウトそれぞれどれぐらいやろ、まあトータルで100近く使い切ったかなと思うんですけど、出なかったです。グローリーイヤーズこのS の亀井が最後おまけで1枚出たんですけど、それがやっとでした。昔と違って S すら出えへんなっていう印象なんですけど、いよいよ持ってね、これ、どうなんでしょうか。出りゃ嬉しいですけどね、出ないんで、ちょっとこの一つ前の動画で話してたので上がるかどうかわからんので、ここでもう一回話しておきたいんですけど、微妙なところで当然バサスリーグが中止になったということは、それだけ、まあユーザーが減っているってことなんだとは思います。ただまあ体感的には登録してくれる方とか見に来てくれる方は、たくさんいるので、むしろ増えてるような印象があるからどうなのかなと思ってるんですが、まあ、バーサスリーグが廃止ということで、年俸がなくなるということなので、来年3月ですか。まあ、めちゃくちゃ人気な状態ではないとは思うんです。だから、ここで、まあ僕なんかで言うとお世話になってるので、感謝の気持ちを込めて、まあ頑張ってくれっていうので課金をするのもありですし、今課金しても来年3月以降ちょっと見えないっていうので、グッとこらえる要素の一つにしてもらってもいいですし、課金しすぎてる人はね、微妙なとこですね。もうなくなったら嫌ですよ。やっぱこのゲームが面白いから、対人であるからこそ面白いしね。で、まあ今回話してしまおうかな。やっぱりこのゲームの不思議なところは、
ここにテコ入れが入らんかったことですよね。バーサスジュエルの値段があまりに高いと。で、まあガチャ引けないし、引いても確定にしようと思ったら3万円以上払わないと確定にならないんですよね。で、まあ6回引くっていう状態。で、それからパックで言うと、この限定パックの3枚目 SS レアかな、1.47%。で、1.47% ですよ。6500円相当のメガボックス引いて 1.47% で、その上出る確率が 0.24% ってなってるんですけど、まあ、今回で言うと、あ、これは一つ前のやつかな。今回のやつが見たいんですけど、なんで一個前のが出るんかな。期間限定パック。谷本、まあ、これで言うとですね、当然ながらまあそうですね、マキタをちょっと低めに僕は見てるんで、マキタと則本が同じ 0.24% かって言うと絶対違うと思うんで、この辺の数字はね、もうちょっと、で、ここまで渋って、例えば 1.47% しか出ないっていう状況のメガボックスをそもそも引けないっていう二重構造ですよね。引けないし、引いても出ないし、出てもいいの出ないっていう、このぐちゃぐちゃな状況は、やっぱり、課金しづらかったですよ。だからそこがやっぱり、せめてどれかだけでもね、改善してもらえたら、それとかまあ、なんかよくあるね、定期で、月なんぼとか払ったら、何々確定とかっていうのがあればよかったんですけど、それともう一つはやっぱり、あんまりいらんもんが多いんですよね。この辺ですね、 C の選手っていうのは無課金の人にとってもいらないし、 C の選手、 C のマスコット、それから覚醒でもね、50とかプラス50とかの本当に使い、あまり使うことがないようなものが未だにずっと中に混ざってて、これを入れるんやったらもうちょっとガチャ引きやすくしてくれてもよかったのかなっていう、もう少し何か工夫がねあってほしかったなという、気はするんですけども、まだまだねなくなるわけではないので、このあたりがまた変わったりしたらね、もうどんどん宣伝していきたいなと思います。ということで今回は、考察則本がやばいという、配信でした、まだまだね配信は続けていきますので、もしよかったら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。